徳島です、はい、本当お世話になったチームなので本当負けたくないです。去年しかもボコられてるのでボコボコにしないと気が済まないです。あの時出てましたよね。出てました。やっぱ悔しかった。悔しいですね。キャプテンに出た試合ですね。そうですね。いやまだまだアシストというか、まあ、点もしっかり取りたいので、うん、点取れるサイドバックっていうので売り出してたのでまだ点取れてないんで納得いけないです。シュート数は結構多いんで、うん、悔しいです。まあ、点に絡みたいんですけど、まあ、まずやっぱ勝利が大事です。多分変なまあ分かんないですけど変なとかも復帰して、うんうん、久々のリーグ戦なので本当に勝ちたい、勝たせてあげたいです。本当にサポートしっかりしたいと思いますし、はい、まあ、まず後ろがどうとかよりも前がしっかり追ってくれて限定してくれるので本当後ろは助かってるっていう感じですね。チームとして無失点で抑えられていることは本当いいことだと思います。本当前が限定してくれて限定されてるからこう狙いやすいですし、逆に本当奪った後がチャンスになるので逆により高い位置で奪えているのでこちらとしても飛び出しやすいので本当チームで奪ってって感じですね。そうですね、後ろが3枚なので多分分かんないですけど、うん、まあいろんな秋葉さんのプランとかもありましたけどしっかりうまくいかなくても自分らで修正できるので、うん、みんなと喋ってやっていきたいと思います、うん。